昔々あるところに、さぬきの宮津小丸というおじいさんがいました。おじいさんは林で竹を切って小物を作り、おばあさんと暮らしていました。いつものように林に入って竹を切っていると、おにゃおにゃ、赤ちゃんの泣く声がどこからか聞こえてきました。なんじゃこの声は。おじいさんは声のする方向へ進んでいきました。どんどん進んでいくと、少しずつ辺りが明るくなってきました。なんとそこには一つの竹が光っていました。恐る恐る光る竹に近づき、その中を覗くと小さな赤ちゃんがいました。おじいさんは大変驚きました。赤子じゃ、本に赤子じゃ。さてさて、どうしたものよ。不思議なことがあるものじゃ。おじいさんは一人つぶやきながら足早に家に帰りました。おじいさんがその子を連れて帰ると、おばあさんも喜びました。おお、よしよし、なんてかわいい子だろう。不思議なことは続きました。おじいさんが竹を切るたびに中からお金が出てくるのです。これは一体どうしたということじゃ。やがてその子供は3ヶ月で輝くような、それはそれは美しい娘に成長しました。娘はかぐや姫と名付けられました。美しい娘の評判は瞬く間に広がり、家の周りには一目見ようと大勢の人たちがやってきました。おじちゃん、おいらにも見てて。子供はあとあと。やがてその噂を聞いた都の5人の公家たちが、かぐや姫に結婚の申し込みをしました。という姫の噂をご存知か。昨日大納言殿がその姫に会ったそうじゃ。するとかぐや姫は結婚の条件として5つの難問を出しました。仏の西の町、蓬莱の玉の枝、ひねずみの川ごろ、竜の首の玉、ツバメのクラスガイの一の、どれかを持ってきたものと結婚しましょう。ある日、一人の公家が得意満面の顔で蓬莱の玉の枝を持って現れました。この度はとても厳しいものでしたが、やっとの思いで蓬莱の玉の枝を手に入れました。ところが細工師の発言で嘘がバレてしまいました。ご注文の品の出来栄えいかがでございましたか。そして他の4人の公家たちもことごとく失敗しました。帝は内侍たちに尋ねました。近頃都ではかぐやという美しい姫の評判が噂されているようだが、その話は本当か。内侍の司はうやうやしく答えました。仰せの通り、まことのようでございます。内侍たちから噂の真偽を確かめた帝は、
すぐにでもかぐや姫に会いたくなりました。私もかぐやという姫に会ってみたいものじゃ。時を移さず帝自ら姫のもとにやってきました。帝はかぐや姫の美しさに一瞬我を忘れました。評判にたがわぬ美しさじゃ。私と一緒に都に参らぬか。かぐや姫は帝の再三の勧めにもただただ首を振るばかりです。いかにしてもか。やはりダメなのか。帝は大変落胆しました。しかしかぐや姫のそばを立ち去りがたく、帝はそこにとどまりました。帝はかぐや姫への思いを和歌にして読みました。カエルさの身行き物うく思ほえて、背きて止まるかぐや姫ゆえ。やがて和歌に込められた帝の一途な思いに、かぐや姫の心も少しずつ打ち解けてきました。むぐらは霜にも年はへぬるみの、何かは玉の腕なも。そして二人の夢のような楽しい日々は瞬く間に過ぎていきました。しかし楽しい日々はいつまでも続きません。かぐや姫は夜空を見つめ、物思いにふけることが多くなりました。そして一首和歌を読みました。月見れば知事に物こそ悲しける、我が身一つの秋にあらねど。かぐや姫が悲しそうに悩む姿に心配した帝は尋ねました。この頃元気がないようじゃ、心配事でもあるのか。するとかぐや姫は一瞬言葉を詰まらせて言いました。前々から話しようと思っていましたが、実は私は月の都のものでございます。かぐや姫の話を聞いた帝は大変驚きました。かぐや姫は続けて言いました。私は8月15日の満月の夜に月の都へ帰らなければいけません。月を見るたびに悩んでいました。帝はかぐや姫に言いました。そして8月の十五夜になりました。帝はそれぞれの役所に命令し、2000名の兵士をかぐや姫の家の警護に当たらせました。しかしその様子を知ったかぐや姫は悲しげな顔をしながら言いました。私を守ってくださるお気持ちは大変嬉しく思いますけれど、月の都の者の姿を見ただけで兵士たちは戦う気力を失ってしまいます。帝は激しい声で言いました。ここに集まる兵は私の選んだものばかりだから、月の都の者たちに負けるわけがない。かぐや姫は涙に暮れながらおじいさんとおばあさんに言いました。これまで育てていただいたご恩に報いることなく、また二人のお世話をすることもなく別れるのはとても残念です。おじいさんは言いました。安心しなさい。月の都からどんなものが来ようと決してお前を渡さないから。夜中になると家の周りが昼よりも明るくなり、夜空に雲が流れ、月の都の者たちがそれに乗ってやってきました。
の光景を見た兵士たちは、かぐや姫の言うように戦う気力を失っていくのでした。月の都の王が言いました。あなたは貧しくとも妻と真面目に働き暮らしていたので、その恩恵としてしばらく姫を預けていたのです。あなたは今長者になりました。もう姫のいる必要はないでしょう。姫よ、時が来た。帰る支度をしなさい。王が姫を呼ぶと勝手に扉が開き、姫が出てきました。かぐや姫は王から発せられた光を浴びると、それまでの記憶をすべて失いました。そして一つの箱を残して月の都に登っていきました。突然のことに帝は大変嘆き悲しみました。それは食事も取れないほどでした。箱には和歌と不老不死の薬が入っていました。その後、おじいさんとおばあさんも病になりましたが、不死の薬は使えませんでした。かぐやがいてこそ生きる喜びも入ってこようといいものじゃ。帝はかぐや姫の和歌をもう一度読み直し、大きくため息をつきました。今はとて天の羽衣も着るおりぞ、君を哀れと思いひでける。そして帝もこのように和歌を読みました。あふことも涙に浮かぶあがみには、死なぬ薬も何かわせ。帝は天に一番近い山の頂で和歌と不死の薬を燃やすよう家来に命じました。以来その山を不死の山、転じて富士山と呼ぶようになりました。